吉田さんお疲れ様です。待ち合わせの時にね、思わず待たされて5分10分と手間ちぶさだになったってことは誰でもあると思うんですけども、も私はね、こう、時間を守るのはそのビジネスの常識だっていう、まあそういった思いから、ちょっとまあ変わってきましてね、吉田さんの言うように、相手方が5分10分遅れるんだったら、あついてるなと。5分10分自分にはちょこちょこっとこれができる時間ができたなと思って、その5分10分をね、 待たされたというふうに思うんではなくてあ余裕の時間を5分10分もらったなっていうふうな意識になりましたねでさらにね私ね最近はないんですけども交渉自体が例えば交渉で誰かに会う時とかそうでなくても何がしかの待ち合わせをした時にあのこちらがね待たされたっていうのはまあラッキーだと思うんですよいつもどういうことかっていうとやっぱりね先に来ていた方がその場所と一体ができるんですよ先に で、後から来た方っていうのはその場所と待ってくださった人っていうのがもうすでにいて遅れたっていうね、えー、まあこう負い目があるんですよねで有利な状態からスタートできるんですよまあ、ですので私は待ち合わせがあったら大体30分前とかね行くようにしてるのと1時間ほど前に行って現場の周りを観察したりとかその変化を見たりとかねで余裕を持って会場で待つっていうふうにしてるんですよこれだいぶ前からなんですけどね まあそうすると、まあ、何がいいかっていうと、あさっきのようにね、えー、とりあえず、う人をこう待つっていうことで、自分が落ち着くんですよね。で、相手には負い目を感じさせることができるんですよ。だから交渉がもうその時点から有利かなっていうところがありますし、まあ、それでも覆されるとしたらね、まあ、相当うん条件が お互いい悪かったんんだなというふうなとう諦めもつくんで私は待つのは結構ねついてるなとかねラッキーだなと思いますねで逆にあの自分がね待たせてしまった場合ってのはこいつやるなーっていうふうな感じで、ね、一目置くようにはなりましたかね、まあ、ですんで待ち合わせってのは間に合えばいいとかね5分前に着けばいいってもんじゃなくてもっともっと別の観点から考えるようにはなったかなと思います まあ大体前乗りっていうかね、前の日に入って、その土地と一体化するってことも結構、あの、やってましたけどもね。全国47都道府県オフ会の時なんていうのは、本当完全前乗りで、なんだったらね、3日ほど前に入って、その地域を楽しんで、地域と一体化して、で、え、現地の人と、お前はミーティングするみたいな感じでね。そしたら土地のことをね、いろいろと、あ、こんな思い出があったんだよとかね、こういうことしたんだよってことで、あの、その土地に随分長いこといる人にとってもね、 まあ結構こう並ぶここととがでできるかなっていうところですね、うんまあ、だから待たされるっていうのはね、うん、待たされたっていうふうに思ったらそれで終わりなんですけどもあなんかこれによって別の角度で行動できるようになったなと思ったらそれも一つの仕入れなのかなと思いますしその顕著な例が詐欺にかかった時でしょうねなんかで騙されてお金取られちゃったみたいなことがあったりする時っていうのはあなるほど自分はこの方面での守備範囲が。 甘かったんだなななっていいう風にあの損く,なく確認がでできるじゃないですか、うん、だから次のアクションにつながるしもはやもうね、うん、詐欺にかかることがないんじゃないかなと思うから、ね、ちょっと寂しい気もしますけどね。で数年前ですけども暗号通貨系の投資詐欺で、まあ、300万とかね500万とかいかれたんですけども、まあ、それはもう両方とも、うん、その他の案件もですけどもものすごく信頼できる方からの情報だったんですよ。うん 自分の熟成さんとかね、横で繋がってる人とかね、そういう人からの情報だったんで、まあ、そんなに悪い話じゃないだろうと思ったんですけども、まとめてやられたみたいなね。となるとね、そこで私が学んだのは、改めてなんですけども、あの、信頼できる人から来る情報が信頼できないっていうことはあるよねってことなんですよ。うん、だから身近な人からね、案件進められて断ったとしても、あなたを断ったわけじゃないんだよっていう風なね、 そんな考え方には慣れたかなと思うんで、どんな身近な人とかね、どんなあの信頼できる方から来た情報でも、あの紹介してくださった方のこと抜きに案件は案件で考えることができたかなと。だからこれはある意味ね、紹介者のせいだろうっていうふうな発想から抜けたっていうことなんでよね。うね、ん。情報を伝えてくれた人のせいにするんじゃなくて、その人の情報を伝えるっていう判断と、私がじゃあよそに広げるかっていう判断は当然、 こう基準が違うわけですよでどんなに信頼される方から来た情報でもちょっと待てよっていうふうに思うようになったりとかねあとは逆にまあ紹介した人を抜きにして自分がこれでダメージを受けても自分のせいだなと思えるものは前のめりにこう掴み取ることができたかなってところですよね、うん、だから本来そうならないといけないでしょうねきっとね。いいいつまでもああののの人人人がが紹介ししたた大丈夫だって言ったっててて言うにね人のせいにねせるから 進歩がなないいのかなと思いますしだからあいつが悪かったこいつが悪かったじゃないんですよね。もそもそもそういうあいつが悪かったと思える人と関係を持っていた自分は、うん、どうなんだとかね。うんまあ、まさにねあの人生ってのは全部自分に起きたことは自分でこう被るしかないですからね、うん、人を指差してお前のせいだってったところでね何も変わりませんから、まあ、そういった負け犬の。 逃亡駅からは離れられたかなっていうところがありますねそれはもう本当に自分に対する大きな自信になりましたこれが本当の自信なんですよねきっとね言ってらっしゃい